今後のロストベルト攻略はますます厳しくなるだろう。船のさらなる強化が必要だ。すでに基本的な改造方針は僕が決めておいたけど、君たちからも何か要望があれば聞いておこう。どんなことでも構わない。場合によってはネモシリーズの増員も検討するよ。ふむ。ではぜひネモ目隠れをお願いしたい。やゴルドルフ君、締め出してロックして早く。なんで私が。はいキャプテン。なんだい藤丸。いつでも美味しい野菜が食べられるとみんな嬉しいと思うので、館内菜園とかできませんか。いやのんきか。ヒラムシのように浅はかだねゴルドルフ。搭乗員たちの健康維持は重要だ。ビタミン補給は特にね。それに食事の質はモチベーションにも影響する。前向きに検討するよ。ありがとう。専門家が必要だな。ネモファーマー。まあいけるか。いけるの。船関係ないのに。ならばそのネモファーマーの前髪を伸ばしてみるのはいかがかな。あーまた来た。そこ塞いで塩巻いて。だからなんで私が。よろしいですかネモさん。どうぞマッシュ。健康で思い出したのですが、職員の皆さんが運動不足を気にしていらっしゃったので、ジムを設けてトレーナーのネモさんを配置するのはいかがでしょう。貴様らは船を豪華客船にでもする気かね。できそうな気がする。検討しよう。本当に。健康といえば目隠れは遠目に眺めるだけでも高い健康効果が発揮されることが明らかになって。ジマル貴様、マスターならちゃんと制御しなさいよ。ちょっと無理ですね。あ、そうだキャプテン。もういいわ。どうせろくでもないあんだろう。全部屋防音にして通風口にも魔術障壁貼った方がいいと思う。え採用。このシルエットは何でしょう。あれかな、それともこれかな。正解はこちら。わかったかな。次回もお楽しみに。いやそっちなの。